はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近ね、私めちゃくちゃ買い物中毒なんです。もう物欲が半端なくって、気づいたらめちゃくちゃ散財してて、ちょっとさすがにやばいかなと思いつつも、でもめちゃくちゃ可愛いものだし、最近新しくハマりつつあるブランドさんっていうのを見つけたんですね。みんなにもすごいおすすめしたいなって思ったし、せっかく購入してるし、みんなに見てもらおうと思いまして、購入品紹介をしていきたいと思います。結構たくさんあるので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、その最近ね、私がハマってるブランドさん、今回は2つのブランド紹介しようかなって思うんですけど、まず1つ目のブランドが、これは最近結構動画でも喋ってるんですけど、ディーゼルさんですね。ディーゼルはマジでめちゃくちゃ最近ハマってて、一番ハマってるって言っても過言じゃないぐらい、すごいいろんなものをねチェックしてるんですけど、ディーゼルで買ったもの何個かあるので紹介していこうと思います。まず1個目がじゃじゃん、こちらですね。こっちは関係ないんですけど、このキーホルダー、これはついこの間バッグの中身でも紹介したんですが、このキーチェーンを購入いたしました。これもねめちゃくちゃ可愛いんですよ。フックがついてるので、カバンとかに引っ掛けたりとか、ベルトループのところに引っ掛けたりとかして使ってます。私はこれ AirPods ケースを別で買って、それをくっつけてこんな感じで持ってるんですけど、本来は普通になんかキーホルダーとか鍵をつけたりとかっていう感じで使うと思うんですが、でね、私これファーフェッチで買ったんですよ。ディーゼルのサイト見たんですけど、このキーホルダーが赤と青しかなくって、でファーフェッチで見たらこの白が売ってて、え、白があるんだと思って、海外限定なのかなとか思って、ファーフェッチでわざわざ買ったんですよ。店舗にこの前行った時に普通に白浮いてました。店舗限定とかなのかな、このカラーが、わかんないんですけど、オンラインでは探したけど、私が探した感じではなかったので、だからもしこれホワイト欲しいっていう方いれば、店舗に行くことをおすすめします。この D ロゴがねめちゃくちゃ可愛くて気に入っております。これがまず1個目です。ちなみにこちらのお値段は11,000円でございます。まあまあしますよね、キーホルダーで11,000円って。私も結構渋ったんですけど、いやでも可愛いと思って買っちゃいました。あー、やばいやばい。ということで続きまして2つ目、じゃじゃん、こちらでございます。これは前に動画であげたっけ、なんかで私喋ったっけ、ルックブックででもあげましたよね多分。そう、ルックブックでこれ使ったコーデをあげたんですけど、このディーゼルのねニット帽、これがですねセールで購入しました。年末年始でセールをやってて、オンラインで頼んだんですけど、結構お気に入りディーゼルって入ってるんですけど、モノトーンなのでそこまで派手すぎないかなと思って買いました。これねかぶってみるとこんな感じです。私これオンラインで買ったんですけど、想像以上にちょっとタイトめっていうか、割とこうキュッとしてました。そうそう、結構このニット素材がしっかりしてて、割と締め付け感があるっていうか、タイトめな感じのニット帽でしたね。これもすごいシンプルで、ちょっとアクセント欲しいなっていう時とかにかぶったりとかしようかなっていう風に思ってます。ちなみにこれメンズだったかな、まあ別にユニセックスで着れると思うんですけど、メンズの段にあった気がする。え、待って、これもしかしてリバーシブル、さすがに違うか、カメラのモニター判定してないから、え、いけるやんと思ったけど、さすがにダメですね、タグもついてるし、ダメです。はい、ということで2つ目こちらですね。これがもともとが11,000円なんですけど、セールで6600円で購入しました。では続きまして3つ目、じゃじゃーん、こちらでございます。このパンツは前にゲットレディウィズミーでも紹介しましたね。こんな感じでコーデュロイ生地になってましてですね、で横のサイドのところがデニム生地になってて、これがすごい可愛いんですよ。もうジャージっぽい感じ、ジャージっぽいんだけど、素材はコーデュロイとかこういうデニムとかでできてるので、ジャージほど何て言うんだろう、ラフさは出にくいかなっていう。ジャージってやっぱちょっと抵抗あるっていう方もいると思うんですけど、こうやって生地が違うだけでも全然印象変わってくると思うので。ちなみにこれもメンズのものです。私は一番XS を購入しました。中にこう紐がついてるので、ウエストのところはねキュッて絞ったら全然問題なく履けるので、めっちゃ買ってよかったなって思ってます。やっぱこの色合いが可愛いですよね。オレンジっぽい感じのカラーと、このデニムのカラーと、ラインもすごい可愛いですよね。グリーンと赤が入って、なんかいろんな色使われてるけど派手だなっていう感じはしないかなっていう気がします。なんかこれにあえてヒールとか合わせてあげてもすごく可愛いなって思ったし、あとこれセットアップだったんですよ。上もあったんですけど、上私多分着ないかなと思ったので、今回下だけ購入しました。なんか私的にカラーものとかって結構下の方が取り入れやすいかなっていう風に思ってて、顔と遠いところの方がなんか色の抵抗がない、個人的な意見なんですけど、色の抵抗がないかなっていう気がするので、カラ
うものとか挑戦してみたいなっていう方はこういったパンツとかで取り入れるのもすごくおすすめです。こちらのお値段が33,000円でございます。では続いてでディーゼルはラストになります。ラスト4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これもついこの間紹介しましたね。これ結構みんなからもね好評で、バッグ可愛くてすぐチェックしましたっていう方もいたし、そうすごい可愛いんですよこれが。あ、そうだ、コメントでね、なんか小学校ぐらいの時にこういうバッグ持ってましたみたいな感じで言ってたんですけど、まさにそんな感じで、その昔流行ったような、ちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとダサかわな感じというかっていうのが今徐々にこうリバイバルできているので、そういった感じで逆にそれが可愛くって、そうこれをね購入したんですけど、このバッグはねサイズ感がめちゃくちゃいいです。大きすぎずちっちゃすぎずな感じで、個人的にはもうジャストなサイズ。前バッグの中身で紹介したあのボトル、前ボトルもスッて入るし、でそれ入れても全然まだ物が入ったりするので、このバッグは大きさの面ではすごくいいんですけど、私これもねネットで買ったんですよ。本当私オンラインで買うのが癖で、だからポチポチやっちゃうでしょうね、つい買いに行かないから。ネットってなんかこうすぐポチっちゃいません？そうネットで買ったので実際にこう触ってなかったんです。届いた時にちょっと一個あーって思った部分が、このね開きがちょっと悪い。全然物の出し入れはできるんですけど、このチャックがもう少し長かったらもっとこうガバって開くじゃないですか。だから私的にもう少し長くてガバって開いたらよかったんですよね。そこだけがね少しそうあそっかって思っちゃったんですけど、まあでもこの状態でも別に取り出せないってわけではないので、これはねデザインがやっぱ可愛いし他にはないデザインだなと思って、こういうちょっと目を引くようなバッグがあったらすごく使えるのでこれを買いました。であとこれはですね、このベルトがついてきます。この横のフープのとこにこう引っ掛けて、こういった感じで斜め掛けショルダーとしても使えるバッグになっております。ディーゼルのねバッグめちゃくちゃ可愛いの多いんですよ。こちらのお値段が25,300円でございます。なんか意外とじゃないですか、私もう少しするかなって思ったんですよね。割と挑戦しやすい価格帯のものもあったりすると思うので、なのでぜひ皆さん見てみてください。で続きまして2つ目のブランドさんなんですけれども、これはね私初めて言う、多分動画でも初めて言うんですけど、カール・ラガーフェルドっていうブランド、皆さんご存知ですかね。私もほんとつい最近知ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。特に小物が可愛い。私的にウェアはそこまでタイプな感じのものはないなーって思ってたんですけど、小物がめちゃくちゃ可愛くて、特にバッグはねマジですごいデザインが変わってるものが多かったりとかして、他と全然被らなそうだなって思うし、そこでもね5つかな購入したものがあるので、それを紹介していきます。まず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。これはねウェアパンツなんですけど、こんな感じのカール・ラガーフェルドの総柄のパンツになってます。デニムパンツ、スキニーなんですけど、なんか今結構いろんなブランドでも総柄っていうのがすごく流行ってるなって思ってて、やっぱ可愛いじゃないですか総柄って。シンプルなデニムとこういうパンツを見比べた時にやっぱ目を引くなって思うし、なんか可愛いんですよね。私はすごい総柄が好きで、総柄だけど別に派手派手っていう感じでもないし、いろんなファッションと意外と合わせやすいんじゃないかなと思って今回こちら買ってみました。多分カール・ラガーフェルドはネットしかないのかな、店舗の情報があんまり出てこなかったので私はネットで全部購入してるんですけど、このねボタンが可愛くて、めちゃくちゃあのねカール・ラガーフェルドさんっていう方がいて、シャネルとかフェンディとかも手掛けてたことがある方、白髪で髪の毛縛っててでグラサンしてみたいな感じのカール・ラガーフェルドさんがいるんですけど、その方自身がモチーフになってて、いろんな商品にブワーって入ってたりとかしてすごく可愛いんですよね。裏にもこんな感じでシリコンパッチが効いてます。ちょっと伸縮性もあるかな、ストレッチも若干効いてます。もうちょっと分厚めのデニムかなと思ったんですけど、意外と薄めな感じですごくこう足にフィットするデニムパンツになっておりました。こちらのお値段が 23,640円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このねネックレス、すっごいぶっいやつなんですけど、これ最近私つけてて気づいたかな、みんな。そう、私結構普段ゴールド派なんですよ、アクセサリー今も全部ゴールドなんですけど、なんかちょっとシルバーも久々につけたいなと思って、でこういうゴツめのシルバーのアクセってやっぱ可愛いじゃないですか。だからなんかないかなと思って探してたら、このカール・ラガーフェルドに出会って、そうこれめっちゃ可愛いと思って買いました。こんな感じでプレートになってて、ここにも KL っていうロゴが入ってて、ピッて押すとパカッて開くタイプ。これ長さ調節は
ができないんですけど、ほんと短すぎず長すぎずですごくちょうどよく、いろんなトップスと合わせやすい長さになっているのですごく気に入ってます。ただね、これマジで重たい本当に重たいです。それほどしっかりしてるのかなっていうのも思うんですけど、1日終わりぐらいになるとちょっと肩痛いなってなるので、ちょっとそこがあれなんですけど、まあでもすごい可愛くてでも気に入ってるネックレスでございます。こちらのお値段が 23,640円でございます。続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらさっきのネックレスのブレスレットバージョンでございます。シルバーのこういうゴツめのブレスレット私すごい欲しくて、ネックレスと一緒にお揃いにしようと思ってこちらも買いました。これもね同じ感じの仕組みになってます。プレートがあってここを押すとピッて取れる感じです。これサイズがあって私は S サイズにしたんですよ。なんか在庫がもう S サイズしかなくって S サイズにしたんですけど、割とジャストサイズな感じでした。やっぱこうお揃いでついてるとめちゃくちゃ可愛いので、これもすごく買ってよかったです。太めのシルバーのブレスレットなのですごく存在感もあって、まあ、今冬なので長袖とか着ちゃうからあんまり目立つことはないんですけど、でもこうちょっとなんか腕まくりとかした時とか、あとはまあ夏とかにはすごいつけてて可愛いかなと思うので、これもね長年使っていきたいアイテムでございます。こちらのお値段が 19,580円でございます。では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのサイドコアブーツをゲットいたしました。あのですね、意外と私サイドコアブーツあるはあるんですけど、こういうシンプルなブラックのブーツっていうのを持ってなくって、でずっと欲しいなって思ってたので今更ながら買いましたサイドコアブーツはね結構前からずっと流行ってると思うんですけど、そうやっぱり合わせやすいし1個持っておくと絶対コーデの幅も広がるだろうなと思ってこちらを買ったんですけど、カールラガーフェルドで買った理由っていうのがこのサイドのカールっていうロゴがめちゃくちゃ可愛くて、普通のねマジでシンプルなブーツでも可愛いなって思って、でやっぱ使いやすいしすっごい迷ったんですけど、どうせ買うんだったらちょっとこういうシンプルだけど若干こういったロゴが入ったやつとかでも可愛いかなと思って、私はこちらをゲットいたしました。このタグもこんな感じでロゴが入ってて、結構これソールがしっかりしてるのでゴツめな感じの足元になりますね。これもファーフェッチで買いました。サイズが38サイズです。なんかちょっとサイズの計算が難しかったんですけど、普段私ザラとかだったら39を買うんですけど IT サイズみたいなのがあって、それで調べたら私25センチなんですけど25は38ですよっていう風に書いてあったので、それ信じて買ったんですけど大丈夫でした。大丈夫なんですけど、これねこの分かります、この入り口、足を入れる入り口、これがねめっちゃ狭いからめちゃくちゃ履きづらいし脱ぎづらいですネットで買ったので履き心地が分からず買ったがゆえにちょっとここは失敗したなって思いました。入らないことはないんですよ、入らないことはないんですけど、これはマジで裸足で履くと終わります。私一回裸足でこれ履いてみたんです。そしたらマジもう脱げなくなっちゃって、もうマジこの足の甲の皮膚が剥がれるかと思うぐらいすっごい痛かったので、マジでこれは靴下履いて履いた方がいいですね。なんでなんだろう、別に広がるしゴムもついてるので、なんでなんだろう、ここが狭いのかな、なんかここですごい使える感じがあるから、それだけがねちょっとあれで、履きづらいって結構致命的じゃないですか、ブーツで履く機会がもしかしたら少ないかもしれないんですけど、でもデザインは本当に可愛くて気に入ってるので、時間がある時とか今日は靴脱ぐ予定ないなっていう時とかに履きたいなって思います。皆さんもネットとかでね買う際はサイズは気をつけてくださいこちらのお値段がですね、もともとが34,429円なんですけど、なんかセールをしていて 24,100 円でゲットできました。いやーちょっとこれは残念だけど、でもデザインはすごい可愛くてお気に入りです。そして続いてでラストになります。ラスト5つ目がじゃーん、こちら、これ私すごい気に入ってて、まあまたねバッグかよって感じだと思うんですけど、やっぱこのカールラガーフェルドのバッグめっちゃ可愛いの多くて、もうマジで悩み悩んだ結果これにしました。こんな感じのホワイトのバッグで、結構これもねコンパクトなサイズ感です。さっきのバッグよりもちっちゃめな
感じです。でこれはこの感じでカールっていう風にね、さっきのブーツに入ってたロゴと同じロゴが入ってて、なんかこうセットで着たりとかしても可愛いと思うんですけど、これがやっぱ可愛いなって思って、でこれ中開けるとこんな感じになってまして、これもねショルダーがついてるので肩からね下げることもできます。中もこんな感じ、中は普通ですね、別にポケットがついててっていう感じなんですけど、これのねいいなって思ったところはやっぱりこのサイズ感とデザインもそうなんですけど、表がこっちだと思うんですけど裏がねこんな感じになってるんです。ここにカールダガーフィルドっていう風に入ってて、これがすごい私良かったなって思ったんです。っていうのも使い分けができるなと思って、この表と裏で全然表情が違くないですか。こっちちょっとやんちゃっぽい感じのロゴが入ってるんですけど、裏行くとあれ綺麗めみたいな、小さくここにシュッてロゴが入ってるだけなので、あれ綺麗めじゃんみたいな感じで、そうそう、なんかだからそれがすごいいいなと思って、コーディネートによって使い分けられる、まあ裏も見えちゃうこともあるとは思うんですけど、でも持つ時は大体なんかこういう風な感じで持つと思うので、コーディネートによって楽しめるっていうのが私はすごくいいなって思って、こちらを買いました。であと私個人的にホワイトのバッグをあんまり持っていなかったので、ホワイトのバッグ欲しいなと思ってて、これは使えそうだなと思ってこちらにしました。ブラックもね確かありましたよ。こちらが 23,500円でございます。本当に可愛いの多いからぜひぜひみんなに紹介したいと思って今回紹介しました。はい、というわけで以上でございます。もう合計金額は計算しません。いやマジで本当散財しすぎてるな最近、やばい、ちょっと調子乗って使いすぎないように気をつけます。はい、というわけで今回は私が最近新しく気になってるブランドを2つ紹介してみました。多分この2つのブランドはまた定期的にチェックするなって思うし、これからも多分アイテム増えていくのかなっていう風に思うので、まあ、またねなんか新しいものゲットしたら動画とかで紹介しようかなって思います。なんかみんなもしこの動画でこういうブランドもあるんだみたいな感じでなんか発見につながればすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。